消えた。消えちゃう。うん、いい。一人。ピン、ピン同士かもしれない。よしよし、まあ、いや、こっち来てよ、こっち、こっち。誰かの忘れ物を。よし、じゃあ、行きますかね。もう一人だなんか落語の練習みたいになってる。日露戦争って言うけど、4つテーマを今考えた。で、10分ずつやろうと思うので、はい、いいですか。まず、なんで日露戦、まあ、日露戦争、一応年号は一応あるようなんだけど、もうだから、お、来た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 。言語焼却って。来たよ。経理的にはそうなるよ。そうですね。なんか、いいんすか、いいんすか、こんな。40分で終わるんで、休むってことでいい。あ、来た来た来た。なんなんですか。俺全部来たの、あの倍速にしながら。やる気がありますね。いいっすか。出てますね。13、12、12。じゃあいいっすか、もう。今日は日露戦争したいと思います。で、4つテーマを考えました。で、40分あるんで10分ずつぐらいでやろうと思います。今回は、あの、幕の内弁当みたいな感じね。で、まず帝国主義っていう言葉があります。なんで帝国主義っていう風になっちゃったかっていうと、これは産業革命というのが起こってしまって、石油とか石炭とかそういう外部エネルギーをなんか燃やしたりなんかエネルギーを取り出して人間の活動範囲っていうのがえらく広がっちゃったんですね。これまでは人間が食べたり人間が鍛えたりして人間が基本的に動かないと生産活動はできなかったんだけど、その辺にあるなんかドロドロしたやつをなんか流し込んで何年期間とか作ったらなんか勝手に物運んでくれるじゃんみたいなことが起こっちゃったんですよね。そういうのがあの世界の片隅のイングランドっていうところのさらに北にあるスコットランドと近いところにあるマンチェスターみたいなところでなんかもう羊の毛買ってもなんか売れるロンドンまで持っていくのめんどくさいなみたいなやつらがいて、いやもう運ぶなんか牛とか馬とかに持っていかせるのも辛いじゃんみたいな、そういう燃費の悪いこう装置しかなかったところに蒸気機関車とかを発明しちゃったやつがいて、産業革命が起こる。そしたら生産活動するのに人間の力プラスアルファでいろんなものを使うっていうことになっちゃって、その石油とか石炭とかがあるところを抑えておかないと生産活動ができなくなっちゃった。つまり自国だけで生産活動が済んで暮らして幸せに生活するってことがもうできなくなっちゃったね。できなくなっちゃったから石油があるところにどんどん行く。それが生きる術だ。自分があって世界中にどんどん行って自分の領地を獲得しようとするんですけど、その領地を獲得してそこに住んでなんかするっていうことはしたいわけじゃないんですよ。ただエネルギーが欲しいだけですよ。エネルギーね。その自分たちがウェイウェイするためのものが欲しいだけ。そのウェイウェイの中に、まあ、紅茶とかね、胡椒とかね、そのもの入ってるけど、基本はエネルギー、石油とか石炭っていうものを取りに行くということで、どんどん抑えに入るんですね。それが帝国主義の方がでありまして、なので植民地っていうのを欲しがるわけです。だからそこの人を支配したいわけでは実はないんですよ。みんなうまいものが手に入っちゃったから、もう食べ始めるわけよ。砂糖とかは与えられちゃってると思うんだよね。甘いからどんどん食べる。で、どんどんブクブク太っていて、じゃあどうやってデトックスしたらいいかなって言ったら、手っ取り早く戦争を起こした方がいいんですよ。それがその GDP 市場主義みたいなものにつながっていて、とにかく多く生産して多く消費する。それがブーみたいな感じになっていくわけですね。日本もそういう嫌おなきこの帝国主義な世の中にこう放り込まれていくなります。なので江戸時代はそれなりにワークしてたのに、なんか自分たちもやっぱり利権がないと生きていけないみたいな話になります。なので、おそまきだから日本帝国も膨張を始めまして、まあ、手っ取り早くあの近くの台湾とか、まあ、中国 の、 あの領土半島とかちょっとゲットするんですけど、でそこでちょっと横やり入れられちゃったりしてクソみたいな話になったりして、朝鮮半島に行きます。朝鮮半島もあの近いから収まります。で、1910年にはまあ日韓併合とかになるんですけど、まあ、事実上も保護国にしてるから、この時の段階の日本って言ったら割と広がってるわけよ。いいですね、ここまで。
なので、そういう帝国主義の中にありましたよっていう話ですと。で、そしたら、そこでちっちゃいながらも、一応帝国主義国の仲間入り、最後のイスラエルですよ、イスラファって。で、そこで、新人、日本、どうぞと。帝国主義クラブ、どうぞと。いうときに、一番の古株であるイギリスっていう一番悪い国ですよ。その悪い国が最近ちょっと膨張してきたロシアとね、極東の方においてちょっと自分の軍隊を起こしてドンパチやるの嫌だし、奥底ではロシアと通通だから、ロシアいっぱい資源あるし、でちょっとこいつかませんようにしとこうかなみたいな感じにしたところが1902年の日英同盟ね。日本はまんまとお引き取りしたから乗ります。乗るっていうかもう乗らざるを得ないからね、ということで、突っ込んでいくということになりますと。まあ、ここまでですね。はい、じゃあ何か質問ありますか。いいですか。何か疑問とかあります。いいですか、ね、コメントとかあります。まあ大丈夫ですね。いいですね。はい、でなので、この帝国主義国同士の戦いっていうのは、なんかこう華々しい戦いとかじゃないんですよ。つまり生産能力を使い放題使って戦場に投入し続けてぶっ壊し続けるっていう総力戦の様相を呈するんですね。全然かっこよくない。なんかナポレオンがこう馬をかけたとか、なんかチンギスハンがかっこよく行ったとか、なんかカエサルがとか、そういうこういわゆる戦いの素晴らしさみたいなの全然ないんですよ。ひたすらベトンテっていう要塞を作って塹壕を掘ってひたすら長期戦に耐えるみたいな、そういうもうめちゃくちゃつまんないことになっていきます。で、専門知識もいらないです。つまり戦闘能力を鍛えておいたプロの職業軍人同士が戦うみたいな、そういうこう華々しい戦争のイメージ全然ないんですよ。ど素人が招集されてひたすら土木作業をしてますみたいな。土木作業はその悪いって言ってるわけじゃなくて、誰でも運べできる木工で石を積んで、コンクリートで打ち込んで土のうを積んでまた要塞にしてっていうような、もうずっとするだけみたいな、そういう戦争になっちゃう。この総力戦ってやつは、だからどんな素人でも戦争に駆り出すことができるんですよね。例えば女子供とかも軍需工場で働かせて爆弾とか作るとか飛行機の部品作るとか、ずっとその軍需工場で働くことが戦争に参加することになるので、総力戦っていうふうになっちゃうんですよ。だからもうみんなあらゆる生産能力が戦争に向けて一気に投下されていくという消費活動を試み、でこれをいやなんでこんな無駄なことでやるのって言ったら、それは産業革命が起こって石油を燃やせば燃やすほど武器商人が儲けるからです。はい、で人間そういうのになっちゃってるんですよね。でもすでに、ね、エネルギーの奴隷みたいになってるわけよ。みんな石油が欲しいから石油利権のために戦争する。でもその石油を使いまくって戦争する。戦争するって言ったって全然大したことない。お互いコンクリートで土のう積みまくって要塞作って、あとドローン鉢やるとか、次には飛行機を乗っけて爆弾を振りお互い落としまくるみたいな、お互いがお互いの生産拠点を落としまくるみたいなね、全然戦いとかじゃないよ。もう生産設備を潰し合いになるから、戦場はもう生産拠点そのもの、総力戦になっちゃう。そこに戦略とかさ、戦術とかさ、ないじゃん。もうそれならもう行き着くとこまで行っちゃったのが第二次世界大戦になって、最後原爆とかで終わるんだけど、国の生産能力全てをかけて全部積んでいって、ひたすらその国民一人一人がもう嫌になるか全滅するかまでやり続けるっていう、そういう戦争装置みたいになっちゃうんですよね。そういうふうに、これからの戦争ってもうそういうやつだから、だから将軍のなんか戦略が優れていたとか、ハンニバルすごいねとか、ないんですよ、そんな。もうひたすら積み上げるだけだから、全然積み上げるだけ、物量、生産能力、どんだけ金積めるかの世界になってるんで、面白くないんですよ。その面白ないところに最後まで人の戦略でなんとかいけるんじゃないかって思っていた、まあ救えない楽天主義者の国がありました。それが日本。
山本五十六さん何度かしてくれるんじゃないですかとか、航空戦法でなんか一発かませばいいんじゃないですかみたいな、そんなんじゃないですよ。もう総力戦になってるから、どんだけ加熱するんだかどうかなんですよ。だってどんだけ軍艦をあのハワイに沈めても、あいつら3週間に1隻作るから、そういう生産能力の国だから。だから国民とその生産能力すべてを、豊富な石油と豊富な資源、鉄とかアルミとかむちゃむちゃ持ってますから、どん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 作ればもう激しいことになっちゃうんで、もうそもそも勝ち目がないんですよね。そういう総力戦の初めのこの日露戦争っていうのをこう理解して、そういう構造になった時に、ただの金の積み合いみたいなさ、つまんないでしょ。賭け事で負けても負けても金持ってるやつの方が勝つみたいになっちゃうから、そういう風にこうなっちゃう時のこう走り、そういう意味でこれを戦争を捉えてほしいと思います。で、この総力戦の始めの始めに、なんで日本が勝ったか、なんでだと思います？最初は勢いがあったから、むちゃくちゃ日本人的発想ですよね。最初の勢いがあればいいみたいなのって、まさにその山本五十六さん何とかしてくれるんじゃないですかとか、日本海軍のこの航空能力とか同じやん。でも、あの別に安井さんのことをけなしてなくて、今の日本人もそうなんや。当時の日露戦争を始める時もそんな感じ、始める時にもなんか勢いでワンチャンあるんじゃないみたいな感じ。じゃあ黒さん、何か、なぜ勝った、なぜ勝ったか、うん、別に分からない、私は分からない、分からんでいいですよ、分からんでいいですよ、引き出して。別にロシアは総力戦で別にそこを日露戦争に限ってはやってないから。あ、いいですね、いい。じゃあ西郷さんもちょっと言われました。よくやる気がなかったって言おうとしたら、ああ、分かった分かった。ロシアにやる気がなかった論ね、はい、じゃあ お二人の論はロシアやる気なかった論、ロシアは、国力のすべてを投入するぐらいの、仕組みも気合いもなかった、これは半分正解です。じゃあもう一つは持ってます、そちらのお二人。もう一つ、東すぎたっけ、まあ、東すぎたけど、じゃあお三方どうですか。舐めてた、うん、それは、まあ、ロシアにやる気がなかった論ですね、今だから皆さんがおっしゃったのは、ロシアの方に総力戦を やるような、仕組みや体制がなかった、これは、まあ、半分正解です。ロシアって帝政ロシア、農奴制の国だから貴族がいて、まだ戦争って貴族のおもちゃ、その国民国家が出来上がって全員が生産能力を全て投入しますみたいな言葉になっとらんよね。なっとりません。だけどめちゃくちゃでかい帝国だから、あのもうずっとでかいという状態です。もう一つは日本の方がその本気だったっていうのもあるけども、金が無尽蔵に借りられた。ロンドン市場でこの日英同盟っていうやつに、このイギリスというふざけた国は何を貸したかっていうと、日英同盟によって英国の資源は利大損出してないけど、あ、俺のマーケット、ロンドン市場でお前の国債売ってやんよ。で、それに最初に桜みたいな感じで、日本いいよねみたいな感じで、ちょっと投資家に声かけて、最初のうち債券買ってやるよと。そしたら、世界中のやつらが、やっぱりロシアにこう圧政を仕切られてるみたいな人が、まあ、ちょっとこぞってこのロンドン市場で日本の国債買うんやないみたいな感じで。で、買っていくわけよ。だから金が湧いて出る。それで高い軍艦買い、高い兵士の補給路を全部やって満州まで行って、なんとか勝ちまで持っていった。そういうことで金なんですよね。この日英同盟の下で高橋是清という人が日本の将来性をぶって投資家から金を集めて国債を売りまくったということになった。はい、日露戦争ってどんぐらいお金かかったっていうのをちょっと聞いてみましょうか。今の日本にしましょう。今の日本って GDP が、500兆円あります。で、国家予算が1年で100兆円予算ありますよね。この規模で考えましょう。日露戦争にかかった戦費って何百兆円ぐらいだと思いますか、今に換算すると。
1500ね。はいはい、1500。はい。どうですか。ちょっと言ってみましょうよ。5000兆円。5000兆円、5000ね。あ、いいよ、いいよ。はい。はい、そうそんなにかかったの？だから、言ってくださいよ。言ってくださいよ。GDP と国家予算ね、いいですか。で、今、例えば防衛省の予算が5兆円と言われてますよね。GDP の 1% 内に抑えましょうとか、予算ね、5兆円とかね。年金でさ、年金保険料でさ、30兆円以上払ってる国がさ、5兆円の防衛費予算でさ、ギャハギャ言ってるってよくわかんないですよね。ちょ、お願いします。日露戦争。国家予算の半分ぐらいじゃない？ああ、国家予算の半分、50兆円ね。他にありますか？500兆円ね。はい。じゃあ、ジケイさんもちょっと。じゃあ600。600。下から上までいろいろ出たね。そうそう。こういうのが大事で、下から上がいろいろ出て、一応統計的には300兆円って言われてます。だから、GDP の 60% を一気に消費するわけよ。個人消費とかいう話じゃないよ。もう世界の投資家たち、ウハウハよ。こんなクリスマス商戦でさ、いくら売れたからなんかだ、百貨店の株が高くなったとかさ、ちょっと円安になって海外の人が来てさ、爆買いしてるとかさ、もう全然関係ないよね。日本の国家予算の3倍の消費が一気に2年ぐらいで起こりまくるって、めちゃくちゃこの人たちにとって美味しいじゃん。3年分という記憶があったじゃん。こういう世界ね。だから別に陰謀論で言ってるわけないですよ。みんなが考えて、みんながいいようにって考えていたらこうなった。だからそういう戦争ってめちゃくちゃすごい意思決定なんですよ。すごくないですか。国家予算も3年分とかでも借りるしかないから。そして賠償金が1円も取れなかったから国民がもう激怒りしたというやつですね。そういうことです。では総力戦まで話しました。いいですか。じゃあイギリスが儲けたと。イギリスとかあの世界の武器商人が儲けたってことですよ。だからそこに兵士にあの武器をやらせし、補給路もあれも全部あるし、何もかも。この売上がだって300兆円たってたから、マーケット300兆円あるんですよ。工事だってあるし、なんか人気でもよこせばいいし、情報でも売れるし、何でも売れますよ。300兆円の市場がいきなり生まれるの。だ戦争って儲かるんです、はい。でもこれはこの日本におけるおいてね、あの正しい教育現場において戦争は儲かるんだとか言ったらちょっとやばいじゃないですか。だからこういう大人の企業研修で言いますけど、つまり商売なんですよ。でその商売というものを握っている、マーケットを握っている欧米人、まあ欧米人というかこの場合はまあイギリスとかね、今言ったアメリカとかですよ。あいつらが言うことをちょっとよく考えて言わないといけませんよっていう話です。竹中映像のなんか新自由主義はちょっと弱者切り捨てだとか言って怒ってる人が、なぜか Google とかなんかすごい企業とか言ってるわけよ。同じだから、あいつら全く同じこと言ってる。どんだけ養分から吸い取るかとしか考えてないんだ。昔は金をせしめようと思ってあのマーケットを取りに行った戦争を起こしてね、今は我々の時間ですよ、時間。どんだけスマートフォンで覗いて俺らの貴重な時間をあいつらが吸い取ってるかって話ですよ、広告という媒体でね。だからそういうふうに考えてほしいわけです。ちょっと話がそれましたけど、総力戦まで話しました。いいですか。もう20分経ったんですけど、いいですか、この勢いで。はい、次で地政学っていうのがありますので、この総力戦とかああいうのが起こってくるときに、大体たくさんのこう主体、まあ、国家があって、これまではこことここが、ガチガチやってでやって、 A が C も仲間にし、 B は D を仲間にし、まあ、こんな感じってしても、まだ他の人っているんですよね。他の人いるから、日露戦争も例えばこうやっていたんだけど、最後は米国っていう人にお出ましになって手打ちをしてもらうっていう、こういうことができたわけよ。一応ここには日があって A がいる、
こっちはロシアがいるっていう話で、でヨーロッパの国もどっちかというとちょっと英国が嫌いだからこっちみたいな感じの中、米国っていう第三勢力にちょっとよろしくって言って、あの手打ちをしてもらうと、こういうこう親分がいるわけよね。これがあのこれまでの戦争なんですけど、もはや関ヶ原みたいに全部ラージ A 全部ラージ B みたいになっちゃうから、抑えてくれる人はいなくなっちゃうんですよ。どちらかがどちらかを殲滅し尽くすまで終わらないみたいな、これがその地政学的にあのそうなっちゃうね。俺どっちにもつかないっていう戦略が取れない。なのであえてここで言いたいのは、どっちにもつかない、独立していいようにどういう動きもできるっていう動きをするっていうことをみんな考えておいてほしいです。どっちかにつくっていうと自分の、 あの意思決定を失うから、特にうちみたいな中小企業グループは、そのグループの中でもね、あの完璧にこっちにつくとか完璧にこっちにつくとかしない、こういい塩梅でこう自分を高く振る、このポジショニングは非常に重要なんでね、地政学的にも弱者 の、 かあのやり方としては自分たちが独立しながらできるだけ遠くにいるというふうにして違いを出すという方がいい場合の方が多い。まあ、明らかにこっちが負けるこっちが勝つとかいう時にはあの最後ぐらいにこう後ろの方に座っときゃいいんですけど、そういう考え方ね、戦略的思考で言えばね。でどっちこうなっちゃうんですよ。もう第二次世界大戦はこうなって、ドイツの方と、まあ、アメリカ、イギリスみたいなのがガチンコでやって、なんとなくお人よし の日本がちょっとドイツとやっとこうかみたいな感じでやったら、なんかドイツがもう先に降伏しとるやんみたいな、もう世界中なんか袋叩きみたいな状態になって、最後1945年の8月に終わるんだけど、ちょっとそういう風にせずに、いろんな人とこうやっときゃよかったっていうのがありますね。なのであまり目立ちすぎるのも良くないというような意味で、その地政学的な考え方を身につけてほしいなというところであります。はい、じゃあなんかコメントあります？あのスイスとかはあれはまだ先の話です。あ、スイスはですね、はい、あの永世中立っていうのを掲げていて、はい、彼らはもう全然戦争しませんみたいな感じでここにいるんですけど、これはこれで覚悟がいって、ここってめちゃくちゃ軍事大国なんですよね。徴兵してるし、国民会議だし、だって世界中の人と敵になっても俺は戦争するって言ってる国だから、全然そのスイスって平和主義の国じゃないから、めちゃくちゃ防衛力高いし、あの徴兵の義務もあるし、大変な国なんですよ。だけどそういうポジショニングを取ってあ の方がいいと国民みんな思ってるからやってる。一回も戦争したことなかったんですよね。ないです、はい、ないけど来たやつは全部跳ねのけるから、そういう意味ではとても軍事大国ですということで、まあ、その国際政治ってそういうもんよみたいな話ですね。はい、いい質問でした。もう一つぐらい何かありますか？ある時にその戦争の時代って終わるわけですけど、本音を言うと、もうずっとやっときたかったみたいな人たちも結構いたんですか？ずっとやっていった方がいいですよね。消費が増えるんだから。だからこんだけ消費喚起をするためになんか国家予算を積んで補助金をばらまいて、これ消費とか言ってるわけじゃないですか。もう一番の消費の方法だからね。作っちゃ壊しが一番 GDP が上がるから、常にそういうふうに思っている人が多いはずです。だけど今はそんななんか人殺すとかさ、物壊すとかさ、コストかかるじゃん。だからなんか手っ取り早くあの時間吸い取って広告付けにして、ゲーム付けにして課金させた方が楽よねみたいな話になってるんじゃないかと個人的には思いますけどね。違う稼ぎ方を見つけたみたいな。そう違う稼ぎ方言っても、所詮あの自己承認要求にまみれた広告だけど、それ以上のものはないね。だっていいねって言ってもらうためにみんな金払ってるから。バカですよね。まあみんなそうなんですよ。
ということでございますね。おっしゃる通り。どんな業界でもそういうふうになります。だから例えば、1万円のモンブランみたいなのができたりもするし、寿司18貫で3万円とかになったりするし、20分で食えちゃうやつにね、3万円とかね、フランスよりもはるかに単価高いですから、そういうふうに、まあ、なっていくっていう、どうしてもそういうふうになるんですよね、人間の差がなんてですね、はい、そういうのを学んでおいてもいいでしょうね。ということで、この地政学というのは非常に勉強になるので、いろいろな見方があります。で、大体2元論になっちゃうんですよ。東西とかね、大陸国と海洋国家とかね、なっちゃうんですよ、最後は。でもそうしないようにして、多様性とか言うじゃないですか、あいつら。あいつらとか、欧米とか。それは日本は最初から多様性にまみれてるから、だから堂々としてればいいんですよ。なんかグローバルにはこうだからとかいうのに、ちょっと前つばもんだなと思った方がいい。日本の方が一周回って先に行ってるかもしれない。多様性ってもうまさにこういうことだから。誰にもつかない。そういうことですね。いいですね。いやもう太閤秀吉にも小田原の北条にもつかず、みんなで仲良く暮らせないかなみたいな感じで、成田中近みたいな感じで、お市場とかで立ちこもって、どっちにもつかんで、みんな幸せに暮らした方がいいなみたいな文化がある国だから、すぐもう白黒はっきりみたいなね、極端なんですよ。で、この石油のこのまみれたこの黒歴史が嫌なもんだから、環境保護団体とかノーマーガソリンとか言ってなんかペンキ塗ったりしてるじゃないですか。バカですよね。でもあいつら本当に真面目に考えた結果そういう行動を取ってるから、なかなかすごいなと思うんですよね。ということで地政学まで終わりと。はい、あ、なんか時間が結構余りましたね。いいですか。じゃあまとめとして、全然日露戦争の話から飛ぶんですけど、こういう事象をこういうふうになったからこういうふうになったっていうのをちゃんといろんなもので見ておくと、多面的な考え方が身につきますということです。もちろんその、人物伝とかね、ここでの戦略がいいとかね、ありますよ。それはいろいろあります。理由的な話とかもあるんですけど、残念ながらそういう個人個人のこう能力とかとは別な、なんかシステムによってこうガーッとこう消費装置みたいになっちゃった、こう幸せな時代が始まって20世紀っていうのが幕を開けます。作っちゃ壊し、作っちゃ壊し、育ちだ殺しみたいな、それが20世紀っていう世紀です。だからあんまり人間変わってないっていうのが僕の総括なんで、せめて21世紀はもうちょっとまともな世の中になった方がいいなと思いながら、もう22年経ってるんだけど、なんかあんまりなんかいい感じないなみたいな感じで、また戦争、先祖返りでウクライナに戦争してますみたいな話になってるっていう話ですね。はい、ということで、この戦略的思考の話をしましょう。でもこの日露戦争の時はまだ第三形態っていうか、まだ戦艦、海は戦艦、まあ、陸はまだ歩兵、騎兵なんですけど、この先陸には戦車っていうのが出ちゃうし、飛行機っていう最悪な兵器ができてしまって、それを航空母艦に乗っけて海を走らすとかいう、そのシンゴジラ第4形態の進む先みたいな、最後のなんか飛翔するみたいな、そういうことが起こっちゃうんですよね。もうひどいじゃないですか。爆弾の雨降らすとかね、機銃操作するとかね、そういう時代のまだ前、まだ海の上を戦艦が走り回って撃ち合うぐらい、まだね、まだね、マシっていうか、陸ではそれは歩兵が10万人とか死にますよ、旅順とかで。だけど一応戦いっていう感じがある。もはや第二次世界大戦だったら、そこに飛行機がバババーっと言って、もう人間なんかもういませんよっていうふうになる。で、今の戦争はもう無人飛行機が勝手にピンポイントで爆撃してみんなに殺しますみたいな、もう戦争って感じでもない感じになって、ちょっと寂しい話になるんですけど、その飛行機が出たぐらいの時代の話をしましょう。
まあまあ、でね、見えたんですけど、これ飛行機があって、で帰ってきた飛行機の、機銃照射を受けたところが、大体この辺とこの辺と、まあ、この辺とこの辺にあったっていうような、あとこの辺ね、が機銃照射になっていたんですけど、どこを、強化すべきかっていう議論をしたときに、どこを強化すべきだと思います？最後。うん、主翼ね、うん、とかいうふうにこう議論しますけど、ここでポイントは帰ってきた飛行機に弾が当たってたところがこういうところだよね。じゃあ帰ってこなかった飛行機はどこに当たったかっていうサンプルはないわけよ。だったらここは当たっても帰ってこれるわけよ。だからここ強化する必要ないよ。そういう話、そういう戦略的思考に日本人はちょいと弱いところがあるんで、じゃあどこを強化すべきって言ったらコックピットだね、まず。それからエンジンだね。あとこの尾翼のこの縦横のところだね。そういう帰ってきた飛行機がどこに弾当たってないから戻ってきたんだって思わないで。そういう話、そういう、なんかみんないい人なんで、人お人よしなんで、ここを間違うんですよ。だからそういうふうに考えてほしい。つまりこれは前提をさらっといったところに罠が隠されていて、戻ってきた飛行機の銃痕がここにありましたって言い方したでしょ。戻ってこなかった飛行機はどこに当たって墜落したのか、戻ってこれなかったかということを想像しないといけないんです。こういうのが得意なのが、日本以外の人たちは結構得意なんですよね。日本人はお人よしなんで、騙されやすいということなので、そういう話です。それを、あとね、そういう理屈で考えたらその通りになることを、なんか気合とか根性とか、やる気とか、技術とかで乗り越えようとする嫌いがあります。これは残念ながら、どの時代もそうだから。で結構それでいけちゃってる場合があるんでね。だっておかしいですよ。ラバウルからフォートモレスビーまで空襲するときに直縁機が乗ってる時間7時間ですよ。7時間操縦し続けて人間的に持ちます？持たないでしょ。でもゼロ戦の航続距離は1800キロあって、巡航速度から時速500キロだから行けるみたいな話でどんどん出撃させるわけですよ。持たないよ、人間として。で空中戦するんですよ、そこで20分ぐらい。でもそこからもう20分もしたらもう戻れないってことになるから、戻るっていうんで3時間かけて帰るわけ。だからその理屈上できるっていうのと出撃できるっていうのと、人間をどのように使うかっていうところについて、根性論で何とかしようみたいなところがあります。今もある。だからそれはちょっと世界相手にするときにちょっと考えてもいい。日本を相手にするときはみんな行かれてるからいいんですよみんな行かれてるからいいんだけど、ちょっとそういう意味で あまりにも非合理的なときにやばいっていうことですね。気合で何とかするっていうのはもう一つあって、ゼロ戦のエンジンの馬力って1000馬力なんですよね。1000馬力で545キロぐらいの時速が出て、めちゃくちゃ機体が軽いからもうひらひら、だからこの宙返りする半径がめちゃくちゃちっちゃいね。だからこう来てくるっと回って後ろから撃つってことができます。こうやって。じゃあブラマンはどうするかっていうと、馬力が2000馬力だからこんな空中戦なんかしないです。彼らは高高度からいて、ゼロ戦見つけたらビューって言ってこう逃げるだけで、彼らは時速650キロだから絶対追いつけるから、これで落としてください。技術とはいらない、ゼロとは戦うな。2000馬力を持って防弾装甲バリバリのズングリムックリの機体を作るアメリカの軍が命じたのはゼロ戦と戦うんだと。ゼロ戦とドッグファイトしたら必ず負けるから、
もうとにかくスピードが高くて火力が出るんだから、もう自分が高いところにいてゼロに行ってたらビューって言って、もうそのまま加速してそのまま後ろから打ったらシューッと逃げなさい、もう下の方に。そしたらゼロは軽いから、機体が軽いから下降する速度が遅いんですよ、軽いから。だけど空中戦は強い、これクリ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 、そっちは美しいですよ。なんか技量も試されるしね。だけどアメリカのパイロットはそんなもん要求しないんですよ。これが戦略的思考の考え違いですね。もう日露戦争の話をぶっ飛んでいますけど、そういうことです。でも、ここで言っていたのは、日露戦争の時も現代も太平洋戦争の時も、与えられたなんか武器とか与えられた情報機器とか、それは時代によって変わるんだけど、考え方っていうのはそんなに変わらないと。相手の裏をかけということ、自分が強みだって思うところにあんまりこだわらない方がいいっていうことです。なので、でもその時に一瞬だけ輝いた独自性で、ずっと神話みたいな感じで東郷平八郎はすごいみたいな感じでずっと言ってるから、対岸を巨峰主義をなんか脱却できなかったし、でもう必死になって航空機作ったけど、もう航空機を作るための材料がないし、そもそも燃料ないし、エンジン強いエンジン作れないしっていう感じになって、どんどんどん自利品になるわけですね。だからでもそれは気合がないからだみたいなところにすぐ流れる傾向があるんで、個人個人はいいですよ、個人個人はやっぱり気合があった方がいいしさ、個人個人は頑張った方がいい。だけどシステムとして、国家としてとか、その組織としてとかの時には、もうちょっと戦略的思考を持って、標準的な人が標準的に言った場合どうなるかっていうことを分かっておいた方がいいです。だからあんまり他人に期待するなってことです。俺も頑張ってんだからお前も頑張ろうよみたいなのは、それはいいんですけど、すごくちっちゃいチームだったらワークするかもしれませんけれども、大きなこう戦場に打って出るとか、でかいマーケットで攻めるとか、取引先と一緒に共同してやるとかいうときには、もうちょっとそれを抑えて、こうもうちょっとフラットに見た方が全体としては効用が高まるんじゃないかっていうことを、この戦争の世紀にもうそろそろ入ってくるんで、繰り返し繰り返し多分言うと思うんですけど、なのでこれが本番だっていうふうにしていったってことですね。はい、じゃああと3分です。感想でもまとめて。と次は何？日露に。で、日露戦争まで行ったんで、次は何しようかなっていう感じですね。次はだから日露戦争から今度はもう第一次世界大戦とかになっていきますと。で、日本的には日露戦争で、まあ、新人でデビューしたら割とでかいプロジェクトをかましたから、ちょっと主任ぐらいになる主任ぐらいになってちょっと調子こくわけです。でそこで最後 その帝国主義に乗り遅れたロシアとかで革命とか起こったりして、ちょっと面倒くさいやつが出てきます。共産主義国っていう、ちょっとその全然路線違うみたいなカルトな集団ができます。その辺の話でしょうというのと、最後の総まとめ第一次世界大戦みたいなのが起こって、でまた一旦こう整理される。その時に日本は実は勝ち馬に乗っていて、なんか勝ってるね。でなんかシベリア出兵とかしたりしてね、ちょっとミニ帝国主義みたいな感じになって、で国内経営も良くなって、なんか一等国の仲間入りみたいな感じで、国際連盟で常任理事国みたいになるわけです。なんか維新からもう5、60年でもそこまで来ちゃったよみたいな、かなりウェイウェイしてると。でなんか生産も上がるし暮らしも良くなるし、おいい感じみたいになってるというところからのちょっとまあ展開ぐらいまで話すって感じですね。ということで、まあどこまで話そうかあれですけど、一応日露戦争後からその後どうなっていくかみたいなところを話したいなというところ。あと一つぐらい。どうだか、どうだか、はい。ちょっ
何か言ってくださいよ。日韓変更1910年。1910年です。あれって、やっぱ韓国はただ中国大陸の足がかりっていう、別に韓国が欲しいわけでもないと。おっしゃる通り、日本としては同じ国にしちゃったら、むちゃくちゃ経費がかかるわけですよ。よくよく選挙区に回らないといけないし、大学も作らないといけないしって感じで、だからしたくないっていうのは本音なんですけど、まあ、あまりにもその弱いと。で、このまま放っといたら、もうどんどんロシアも来るし、他の列強もどんどん食い潰すから、もうしょうがないから、保護国からもう直轄みたいなにすると。で、朝鮮半島の方も望んでるから、それはまあ、いろいろ意見はありますけど、そういう割とコストが高い方法を取ったと。絶対イギリスとかやらないですよね。絶対連邦を UK の一人にして、そこで自治領にして、収奪だけしますよね。日本はそこでも等しいんですよね。日韓併合とか台湾併合とかはものすごいコスト倒れですね。散々いいことして、散々土木工事やって、インフラ整備全部して、全部持っていかれてますみたいな話なんで、なんだよって思うんだけど、まあそれはもう、それも日本人なんでですね。でも、その頃の清と日本と、義和団とか、ロシアとか、はい、でイギリスが入ってくる、ごちゃごちゃしたところの世界資本も結構面白い。面白いですね。面白いです、はい。ということですね。ということで、もう日本の方に肩寄せした方が、まあ、朝鮮半島ももう、もう予感べえっていうふうになったとは思いますね。ということで、まあ、日本の歴史2000年の中からその他国を併合とかないから、これはまためっちゃびっくりみたいな話になります。でも面白いですよね。50年間同じ国だった台湾は超親日国で、もう一つの方の35年間一緒の国だった朝鮮半島の今ある2つの国は、どっちも日本嫌いとか、一方はミサイル撃ち込んできますみたいな。よくわかんないですね。ということですね。はい。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。